次はどんな特訓をすればいいと思う？あれ、あの二人。エレン、だから同じ舞台の時は私があなたを守るから、できるだけ私から離れないで。いい加減にしろ。俺はお前の弟でも子供でもねえぞ。戦闘中はお互いの任務に集中すべきだろうが。揉めているみたいだね。あれは仲裁した方が良さそうだけど。でも、そうだよね。よし、エレン、ミカサ、ちょっといいかな。ミカサ、君の気持ちはわかるけど、本当にエレンのことを思うなら手を出さず見守るのも必要なんじゃないかな。エレンも反発したいのはわかるけど、まずはミカサの心遣いに感謝して力を合わせて生き残ることを考えたらどうだろう。ベルトルト、お前の言う通りだ。ミカサ、すまん。いざって時は頼む。ただし任務に支障のない範囲でな。エレン、私こそ悪かったけど、ベルトルトがそんな風に言うなんて。ああ、驚いたな。ベルトルト、なんか今のお前、前よりもずっと頼りになる感じがするぜ。できた。本当に二人を仲裁できたよ。やった。まるで僕じゃないみたいだ。そんな、褒めすぎだ。照れてしまうよ。これも君が特訓してくれたおかげだよ。ありがとう。これでライナーの支えになれるかもしれない。最後にもう一つ頼めるかい？一緒に任務に志願して実戦でも自信を持って動けるか見てくれないかな。負けるもんか。気がするよ。実力はともかく意志が弱すぎるって。そうだよ、もっと自信をつけるには強い意志を持たなくちゃいけないんだ。精一杯頑張るよ。君も見守っていてくれるかな。よろしくな。片付けよう。無断だ。苦戦しているのか。しっかり頼むぜ。よろしくな。了解だ。始末してやる。しっかり頼むぜ。ファックス、押されてやがる。このまま、よっと。悪いな。助かる。いい、次も頑張ります。相手になるよ。よろしくな。しっかり頼むぜ。頼むよ。
った。落とした。やった。はっ。ほっ。こんなもんだ。やるよ。どうも、お世話様です。まだ戦えるなら、さっさと行け。次だ。前段だ。苦戦しているのか。やるよ。始末してやる。よろしくな。わかった。見とれちまったよ。私もあやかりたいもんだぜ。討伐完了。拠点を作ってくれ。相手になるよ。こんなもんか。やるよ。始末してやる。しっかり頼むぜ。なのがいるな。手間がかかりそうだ。
よっと。やるよ。やっと、ね、兵長。頼みます。強そうだな。戦わなきゃダメなのか。積極的に戦うことができた。これならライナーたちの力になれそうだ。きっと君がいてくれたから成功したんだ。ありがとう。本当に。任務を成功させられてよかった。それに僕も自分でも驚くぐらい積極的に動くことができたよ。きっと自信がついてきたって証拠だ。これでライナーにも認めてもらえるはずだ。力を合わせていつか故郷に。ってごめん、まずは君にお礼を言うべきだったね。いろいろと助けてくれてありがとう。